どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、四国ブロックの香川、愛媛、高知の2020年度問31から問40までの過去問について解説していきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。引き続き第3章のところですね、難しいところもちょっとありますので、皆さんね、頑張っていきましょう。はい、それでは問31番、腸の薬とその総合作用に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B は正解なんですけど、そして C なんですが、食品にはこれは還元作用を、示すものはないため、食品との総合作用は考慮する必要はないですよとあるんですけど、いや、そんなことないですね。こうね、お腹を下すようなね、ものもありますので、なので、そういったところはですね、ここないのでという、示すものはないのでということと、あとは考慮する必要はないよというところが誤りとなりますので、 C は×になりますね。はい、それから D は正解なので、1番が正解となりました。はい、ではここまで皆さん大丈夫でしょうか。では次行きましょう。問い32番です。胃腸鎮痛鎮経薬に配合される成分に関する次の記述について正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答え、こちらも1番が正解ですね。はい、それで A なんですけど、いや、これちょっと難しいなって私は思いました。何かというと、オキセサゼイン、あ、これ A は正解なんですけど、オキセサゼインは局所麻酔作用のほか胃液分泌を抑える作用もありますよって書いてありますよね。はい、で、皆さん多分オキセサゼインは局所麻酔作用っていうのは局所麻酔成分なのでということで覚えてもらってると思うんですけど、これ胃液分泌を抑える作用もあるんだなというところ、これも忘れずに、押さえておいていただきたいなと思うので、いや、なのでここちょっと見落としがちになりますので、ぜひぜひですね、プラスアルファ、ただこれはやっぱりね、ちょっと応用的な内容なので、まずここ局所麻酔作用があると、局所麻酔成分なんだなというところはちゃんと覚えておいていただいて、そしてこれがちゃんと覚えたなという方はこっちもうしっかりと、なので多くの地域ではですね、この局所麻酔作用というところまでで聞かれて終わることが多いんですけど、プラスアルファですね、ちょっと応用的なところ、難しいものになるというとこういうことも入ってきますので、ぜひぜひプラスアルファ押さえといてあげてください。はい、ということで A は正解ですね。そして B なんですけど、パパベリンは消化管の平滑期に直接働いて、胃腸の、痙攣を鎮める作用を示すとともに、そして胃酸分泌を抑える作用もありますよとあるんですけど、このパパベリンはですね、抗コリン成分ではないので、この胃酸分泌を抑える作用というのはないです。なので、その後半のところが誤りとなりますので、B は×ですね。はい、そして C は正解で、そして D なんですが、ロートエキスは、成分が乳汁中に移行することはないので、というところで、これ、安心して使えますよとあるんですけど、違いますね。乳汁中に移行します。そうなんですよ。このロートエキスに関してはですね、乳児の脈を、早くする、働きがあります。いいですか？乳児の脈を早く。ね、脈が早くなるんだなぁというところですね、ぜひぜひ押さえといていただきたいなと思いますので、ここのところロートエキスですね、これ第5章にもつながってくる知識となりますので、ぜひしっかりと押さえといていただきたいなと思います。はい、では、それを踏まえてですね、こちら A と C の1番が正解という形になりました。では次行きましょう。問い33番です。肝腸薬に関する次の記述について正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A は、これ違うんですけど、ですね、腹痛が著しい場合や、そして便秘に伴って吐き気とか嘔吐が現れた場合は、急性の腹症の、可能性があるのでということで、肝腸薬の配合成分が、症状を緩和するため、積極的に使用すべきであるとあるんですよ。いや、そんなことありません。なので、緩和するため、積極的にこのあたりがダメですので、A は誤りとなります。はい、そして B は正解、そして C、ソルビトールは炭酸ガスの、微細な、気泡を発
制することで直腸を刺激する作用を期待して用いられますよとあるんですけど、これ違いますね。ソルビトールというのはちょっと前に書いてみました、浸透圧の差を、利用してそして排便を流していく、そんな役目があるんですけど、炭酸ガスが発生するのは炭酸ですね。炭酸ガスってこうシャ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 ってなっていくやつですね。お風呂の中に入れて、おーなんか楽しいなとか、おーなんか温まるなとかっていうやつありますよね。そう、入浴剤とかで使われてますよね。でその炭酸ガスが発生するのは、そう、入浴剤の中にも使われているような炭酸水素ナトリウムになってきますので、そこのところをつなげていただくと良いかなと思います。はい、ということで、C はですね、これ炭酸水素ナトリウムの記述になっちゃいますので、C 誤りとなります。そして D は正解なので4番が正解となりました。では次行きましょう。問い34番です。駆虫薬に関する次の記述の整合について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。 A は正解、 B なんですけど、一般用医薬品の駆虫薬が対象となる、対象とする寄生虫は海虫、それから蟯虫、そして蟯虫ですよとあるんですけど、これ海虫と蟯虫のみです。なので蟯虫は含みません、なので海虫と蟯虫だけなんだなというところ。蟯虫に関してはサナダムシと呼ばれるものになりますので、ものすごいね長さになりますから、全長長いものだと10メートル、恐ろしいですよね。そんなものがお腹の中にね、住み着くこともありますので、まあ、そんなところではですね、海虫と蟯虫だけなんだなというところで、こちら B は誤りとなります。はい、そして C は正解、そして D なんですけど、複数の駆虫薬を、併用すると、駆虫効果が高まりますよ。これね、誤りなんですね。併用しちゃダメなんですよ。単剤で必ず使ってあげてください。はい、ということで D は誤り。なので答えは4番が正解でした。では次行きましょう。大丈夫でしょうか。はい、行きましょう。では次、問い35番です。強心薬に関する次の記述について、括弧に入れるべき軸の正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番ですね。はい、このあたり大丈夫でしょうか。特に動物性生薬のところでは、カエル科なのか、それから牛科なのか、というところで、それぞれの生薬が入ってきますので、ここもですね、しっかりと押さえておいていただきたいなと思います。はい、ということで、特に動物性生薬、強心薬に関しては動物性生薬、何の動物由来なのかというところが重要となりますので、そのあたりしっかりと見極めていただきたいと思うんで頑張っていきましょう。はい、ということで問い35番は5番が正解となりました。では次行きましょう。問い36番です。コレステロールと高コレステロール改善薬に関する次の記述について、正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は正解、それから B なんですけど、コレステロールは水に溶けやすい物質であるためということで、これ違うんですよ。水に溶けにくいので、結晶タンパク質を結合したリポタンパク質となって存在してるんですね。そうなんですよ。なのでコレステロール単体だけだと、ね、だって血液の、結晶のほとんどは水分だったじゃないですか。そう。なのでそういった意味では水分量が多いので、このコレステロール油分なので、分離しちゃいますから、なので、このあたり溶けやすくするためにタンパク質と結合してるんだなと思っておいていただきたいと思うので、水に溶けやすいんじゃなくて溶けにくい物質なんだよというところで押さえておきましょう。はい、ということで B は誤り、そして C なんですけど、パンテチンは高密度リポタンパク質の異化排泄を促進し、リポタンパクリパーゼ活性を高めて低密度リポタンパク質の酸性を高める作用がありますよというところなんですけど、これお薬の意味ないですよね。そうなんですよ。だって低密度リポタンパク質 LDL というのはいわゆる悪玉コレステロールと呼ばれるようなもので、それをバンバン作りますよとかって言ったら、おーなんかおかしいじゃないってなっちゃうじゃないですか。なのでこれ、LDL と HDL の記述が逆になっちゃいますよね。そうなんですよ。LDL などの異化排泄を促進して、そして HDL の酸性を高めるということであれば正解となりますので、C は誤りでしたね。はい。そして D、この検査値もですね、しっかりと、押さえていただきたいと思います。この数字もよく引っ掛けていきますので、皆さんね、ちゃんと覚えるようにしておいてくださいね。はい。ということで答えは2番が正解でした。では次行きましょう。問い37番です。貧血用薬に関する次の記述
その正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。1番ですね。これは B が違うんですけど、まあ、例えば A なんですけど、これも便が何色になりますよとかで引っ掛けてきますから、ちゃんと黒くというところで押さえていただきたいですし、そうですよね、鉄って黒酸化すると黒くなるじゃないですか。小学校とかでね、なんか磁石砂場につけて、おーなんか取れたとかっていう砂鉄黒かったですよね。そんなイメージ取っといていただければと思います。はい、そして B なんですけど、ビタミン D は、消化管内で鉄が吸収されやすい状態に保つことを目的とすると。ビタミン D というのはこれカルシウムの吸収を促してくれる役目でしたよね。なので、鉄が吸収されやすい状態に保つっていうのは、これビタミン C の記述になっちゃいます。ビタミン C ですね、ビタミン C の記述になりますので、ここを間違えないようにしておきましょう。なので B は誤りですね。はい、そして C と D のところ、 C もコバルトというところでビタミン B12、 これもコバルトじゃなくて他の金属で引っ掛けていきますので気をつけておいてくださいね。はい、そして D に関しても、これ服用前後30分にというところで、そしてその後のタンニン酸、このタンニン酸も他の酸の名前で聞いてきます。例えば何ですかね、アスコルビン酸だったりとか、あとは何ですかね、ニコチン酸とかいろんな酸とかで引っ掛けてきますから、ここのところもちゃんと、そんなキーワード、注目してあげてください。なので今回はこれは正解ですけど、はい、ということで、今度はそうですね、問い37番は1番が正解という形になりましたね。では次行きましょう。問い38番です。人及び人質要約に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせを選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、A なんですけど、クロルヘキシジンは肛門周囲の末梢血管の血行を促すことによって、鬱血を改善する効果を期待して用いてますよとあるんですけど、クロルヘキシジンってそもそも、こちらですよね。そう、クロルヘキシジンというのは殺菌消毒成分になりますから、なので、こちら血行を促す働きというのはございません。この記述に関しては、ビタミン E の記述になっちゃいます。ビタミン E ですね。そうなんですよ。なので、ここ、ね、ビタミン E って血行を促進する働きあったじゃないですか。そうなんですよ。なので、そのあたりですね、ぜひいろんなところで応用できますので、つなげといてあげてください。はい。なので、A は誤り、そして B と C と D は正解となりますので、3番が正解。いいですよね。3番が正解となります。はい。では次行きましょう。問い39番です。婦人薬に関する次の記述について、正しいものの組み合わせを選びなさいということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。A、B、正解なんですけど、そして C と D なんですが、当核上気筒は魔王を含むというところなんですけど、あと後半のところはあってんですけど、これ魔王を含むんじゃないんですよ。これ魔王じゃなくて大王ですね。大王を、含んできますので、なので、これ魔王ではありません。そして D の五尺酸に関して、これは大王を含むと書いてあるんですけど、大王じゃなくて、これは魔王を含みますので、ここのところ何の生薬を含むのか難しいですね。ここはですね、大変ですよ、本当に。なので、大王って、あれじゃないですか。そう。下剤で使われますよね。特に体の熱を取り除きながら、下痢とともに出してくれますので、体に余分な熱を伴っているような症状に使う漢方処方に、大王というのはですね、よく含まれています。それから魔王に関しては、そうです、この五尺酸はよく魔王が含みますか含みませんかって出てきますから、ここちゃんとですね、ちゃんと覚えておいてくださいね。そして、魔王はですね、あとは結構こう風邪に使っていく処方にもですね、魔王含まれてますので、そんなところもですね、ちょっとヒントにしていただきながらですね、大王、魔王とかね、しっかりとどれが含まないのか、特に含むものですね、この二つはどれが含むのかというところをしっかりと押さえていただきたいと思うので、頑張っていきましょう。はい、ということで、こちら C と D 誤りなので、1番が正解という形になりました。はい、では次行きましょう。問い40番です。アレルギー用薬に配合される成分に関する次の記述について、誤っているものを一つ選びなさいということで、はい、こちら誤ってるのは1番が誤っております。はい、こちらなんですけど、ですね、クロモグリク酸ナトリウムについては、そう、こちらに書いてみました。抗アレルギー成分なんですよ。
そう、抗アレルギー成分です。なので、交感神経系を刺激して血管を収縮させることで、というところでは、この交感神経系を刺激するのは、これはアドレナリン作動成分ですよね。そう。なので、こちら、クロモグリクサンナトリウムは、抗アレルギー成分だから、そんな働き、ね、ヒスタミンの遊離を、抑制していく働きがありましたから、そこのところですね、抗アレルギー成分はヒスタミンの遊離を抑制するから、だから血管を収縮とか関係ないんだなというところにつなげておいていただきたいと思います。はい、ということで問い40番誤っているのは1番が、誤っておりました。はい、ということで、ここまでだどうだったでしょうか。特にですね、まあ、そこまで大きく難しいところはないんですけど、でもちらほらですね、ちょっとこれ難しいなってものも入っておりますので、特に間違えたところはですね、しっかりと復習しておいていただきたいなと思います。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと質問などをお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。